明けましておめでとうございます。2020年はコロナウイルスの影響で様々なイベントが中止となってしまいました。自粛ムードも収まる気がしません。ですが、今年はガルパンの最終章3話が公開です。明るく行きましょう。とはいえ、大洗に行けないのは辛いので、私がこれまでに行った時の写真で皆さんと楽しめたらと思います。私がガルパンにハマったのは 5.1 チャンネルボックスの発売あたりからなので、玉はあまりないですが、何本か動画を出せればと思います。コメントにはすべて反応するので、気軽に書き込んでいってください。初めて大洗を訪れたのは2019年春でした。電車の中にマリー様がいたり、車窓からマリンタワーが見えたりで、着く前からワクワクしていました。着いた途端、ガルパンだらけで、さらにテンションが上がりました。最高だぜー。今はなき、大洗インフォメーションセンター。2020年8月2日をもって閉館しました。たくさんのグッズや、ファンの皆さんの交流ノートなど、愛を感じられる空間でした。大洗、シーサイドステーションに着きました。なぜここに最初に来たかというと、ガルパン仕様、レンタサイクルを利用するためです。事前の予約が必要です。私は4号、友人は M3D に乗ります。ちなみにこの友人、ガルパン全く知らないのに、前日に総集編と劇場版を私に見せられて、一緒に聖地巡礼してくれる、計算並みの成人です。初めての大洗でしたが、迷うことはありませんでした。なぜかというと、ドリタンの大洗市街マップの再現度が素晴らしいからです。正月セール中なので、まだ触れてない方はぜひ。ちなみにこの時は当然、片手運転ではなく、胸ポケットにスマホを入れて撮影しています。右にフェイント入れてから入った、磯崎神社。
この坂がなかなかにきつい。大洗磯崎神社には、たくさんの絵馬がありました。絵が上手な方だらけですごい。大洗シーサイドホテルには西住殿のパネルがあるのでたくさんのアイテムが飾られていました。大洗ホテルにはまこさん、売店の方が、誕生日じゃないけどまこさんの、誕生日バッジや名刺くれました。優しい、嬉しかったので、その場でお土産買いました。
大洗、シーサイドホテルの壁面に劇場版で当たった弾痕があって感動しました。パネル通りには、本当にたくさんのパネルがありました。九五水産さんのネギトロ丼、味噌汁付きでなんと500円。コスパ良すぎて心配になります。偶然走ってるバスがラッピング車でした。味の見せ高橋。3で、蜜団子を初めて食べました。温かくて柔らかくて美味しくて、とにかく食べてみてください。大洗行った時は必ず食べています。マリンタワーの展望台からの景色は絶景でした。
当時は動画作る予定なんてなかったので見づらい部分などあったと思いますが、ここまでご視聴いただきありがとうございます。ドリタンは大洗マップ走るだけで値段分の価値あるし、ボイスも豊富な最高の戦車道ゲームなので、気になったら動画検索してみてください。次回、武部沙織誕生祭2019。雨で、ガルパンレンタサイクルが利用できない。クイズがなかなかに難しい。次回も見てね。